おはようございます。2015年2月28日土曜日6時5分になりました。2月最後の1日になりました。明日からも3月ということで早いっすね。もうね、どんどん日が過ぎてきますけども、まあ、寒くはねなるんですけど、まあ思ったほどこの辺はね、関西の方は強烈ではなかったですね。まあ東北の方とかなんかすごいまたね雪になってたりするんで、大変ですけども、まあ徐々に春には向かっているんでしょうけど、まあとはいえね、まだ3月でも関西の方でも雪が降ったりしますんで、ちょっとまあその辺のね気候の変化、気温の変化見ながら、冬物をねどういう風に片付けるのかちょっと悩まなきゃいけないような時期になるから、ただこのところね気温の変化やっぱ激しいというか、なんか暑かったり寒かったりが極端だったりするんで、なかなかねこの服装をどうしていいのか悩むとこですけれども、さて、今日は IT メディアニュースから見ていきたいと思います。Google モバイル重視の検索アルゴリズム変更を4月21日に実施へということで、これはですね、モバイル端末からの検索に適用されるらしいんですけれども、モバイルで見やすいサイトかどうかっていうのをですね、Google の方で、判断をして、でもってちょっとそのパソコン向けのサイトになっているパソコンを重視したサイトというかですね、スマホではちょっと見にくいなというふうに Google が判定するとですね、それは検索順位からこうランクがちょっと下がるというふうになるようです。モバイルサイトから見やすいかどうかっていうのは、要はまあ、何て言うんですかね、文字が それなりにこうね、デバイスによってちゃんとこう、切り替わってたりとか、画像ですよね、なんかも異常にこうでかいやつとかだと、モバイルだとこうね、そのままだと表示されなかったりするので。で、まあ、よくね、今はあるその レスポンシブルデザインと言われる、その、画面の大きさに合わせてこう、ね、サイズが変わったりするようなデザインもありますんで、そういうページになっているものは、まあ、まず問題なく、こういう何に対応できているんで、問題ないんですけれども、そうでないサイトはですね、ここでちょっと見直さないといけないかなという感じですね。まあ、これまで私なんかもあちこちにその慌ててモバイル対応とかしなくてもいいよって言ってたんですね。まあ、要は自分のところのサイトのアクセスを見て、どれぐらいモバイルの人たちが来てるのかっていうのをそこからこう見ていかないと、慌ててこうモバイル対応にしたところで結局そんなにユーザーが来てないのにモバイル対応に必死になってやったって、そんなお客さんが増えるわけでもないので、だからそこはそのどういう人たちが来るかというのでこう考えた方がいいと。特に B2B ですよね。法人向けのそのビジネスをやってるところっていうのは基本的にはパソコンで検索してくるところっていうのがやっぱり会社からねアクセスするっていうのが多いんで、そうなるとそのパソコン経由なのでそんなにモバイルっていうのを意識しなくてもいいかなというようなことを言ってたんですけれども、まあここに来て Google がちょっとそういうふうにねランキングも変えていくっていうのと、でそれからそうなってくるとですね、屋外でこう使うとき、まあ例えば外出先から、まあ例えば御社のサイトというか訪問するときにね、外にいる人がスマホで検索して地図を見る可能性があるわけですよ。でそういったときにやっぱりこうその検索の順位で下の方にあったりすると、ん?っていう感じになる可能性もあるのでね、会社名で入れても同じような似たような会社名があったりすると下の方に行ってしまう可能性がある。まあそんなことを考えるとですね、ちょっとこう
スマホ対応を考えないといけないのかなという気がします。まあだから最低限あのレスポンシブルデザインのフレームを入れといてやるぐらいのことをやっとけばまあ問題はないので、それぐらいの対応はですねここをやっといた方がいいんじゃないかなという気がします。まあ、どっちにしてもですねまずあのアクセス解析その自社のサイトにどんな風な人がアクセスしてるのかってそこは見てでスマホがどれぐらいパーセンテージいるのか、まあ、1割いればですね 10% がモバイルから来てるとかの分かれば10人に1人は、アクセスしてきてるっていうことなんでもうそれはもうねモバイル対応を考えないといけないでしょうと思います。まあ、私のねサイトは不思議なことにものすごいモバイル低いんですよね。もうあの数パーセントしかいないのでそんなにだからあの一生懸命やるつもりはなかったというかあの最低限のことはしてあるんですけどもあのそんなに必死になって別にあのモバイル対応とかはやってないんですけどもまあねそういうこともあるので、多くのところとかコンシューマー向けのサービスをやってるところはもう今はねまず受注ハックスマホからアクセスしているというふうに考えた方がいいので、特にね、飲食店だとか店舗を構えているところは、ねこれから行くときにそこの店舗をアクセスして地図を見てるとか行き先見てるとかそういうのをなんか確認したりとかしてるはずなので、その辺はですね、スマホ対応はしっかりやっておいた方がいいというか逆に言うとですね極端に言うとスマホ対応だけやっといた方がいいようなお店なんかも結構あるんで、そのあたり本当そのアクセスをよく見て解析アクセス数の結果をですねしっかり確認して対応を考えていった方がいいかなというふうに思います。さて、そんなところでもう6時12分になりました。ですね、まあここで2月が終わりで3月になると、前から言ってますけども3月は13日金曜日2月に続いて13日金曜日なので13日金曜日夜9時から13日の金曜日にだけ配信する、本当は怖いインターネットシリーズとか言ってますけども何回やってるのかな今まで何回かやってるんですけど去年がめちゃくちゃ少なかったんですけど13日金曜日あんまりなかったんで1回やったかな何かしかなかったので今年はちょこちょこあるみたいですけど、今回人工知能の後編ですね、やりますね2月13日にやったやつの後編ですけれどもこれからのですね、人工知能が広がっていくことで一体何が起きてくるのか、まああのね SF チックなその人工知能が支配するんじゃないかみたいな話もあるんですけどその手前のところでも結構ねいろいろ危ないことというか真面目にこう取り組まないといけないことがいっぱいあるなというのがありますのでそんな話ができればなと思ってます。でもってあと毎週水曜日これは XNEC さんの方から配信していただいてるんですけども週刊 IT トレンド X もありますんでそちらの方もよかったら聞いてください。そして、まあ、先ほど言ったようなそのモバイル対応とかねどうしていくのかとかどんな風なことを考えたらいいのかとか今までのパソコンと一体どう違うのかみたいなアドバイスとかで本当にね、ホームページを有効活用できてない中小企業は本当惜しいんですけどちょっと頑張ればできるようなね、アクセス数とか全然変わってくる実際そういうアドバイスしてますんであのちょっとこうしたらっていう本当にちょっとしたことで、全然こうね問い合わせの質が変わったって今までのお客さんと全然違うお客さんからね問い合わせ来て、よりその高収益の見込めるお客さんからの問い合わせが来るといったことが起きてますんで現実的に、ですので、そういったアドバイス等もできますのでよかったらご相談ください。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。